オリオン大星雲は、オリオン座の小三つ星付近に広がる、天の川銀河内にある、参考星雲である。推定年齢は1万年と若く、星が誕生している現場でもある。オリオンのベルトにあたる、 三つ星の中央下方の小三つ星付近にあり、肉眼で確認できる。肉眼で見える星雲の中で、日型星雲と並び最も明るいものの一つである。地球から約1300光年の距離にあり、約20光年の実直径を持つと考えられている。低倍率の双眼鏡でもはっきりと見ることができる。肉眼では通常緑がか,かった色に見える。オリオン大星雲の中心部には、 与え星のトラッペジウムを主要な構成メンバーとする非常に若い星からなる三階星団がある。ハップル宇宙望遠鏡などの強力な望遠鏡による観測でオリオン大星雲の中にゴミの円盤に包まれた星が多数発見されている。これらの星は周囲に惑星系が形成される非常に初期の段階にあるものと考えられている。オリオン大星雲は 比較的大きい星雲であるため、経験の浅い観測者にとって、撮影対象にされることが多い星雲でもある。70メートル MF2.8 程度の望遠レンズで、フィルム感度 ISO800 で5分間ガイド撮影を行うと比較的容易に撮影できる星雲でもある。さらに、一眼デジタルカメラで撮影をすると、フィルム撮影のような長時間露出による感度低下がないため、 露出時間はさらに短くできる。ニック眼でもオリオンの小みつの中央の近くにぼんやりとした光の染みに見える。双眼鏡では淡い光の広がりが確認できる。トラペジウムに向かう暗黒の切れ込みが確認できる。合計6センチメートル程度の望遠鏡でも M43 と合わせて鳥が飛んでいる形に見えてくる。トラペジウムも確認できる。 光景20センチメートルでは複雑な暗黒体の切り込みがよりはっきりとわかり素晴らしい眺めである。この光景から次第に緑色が見え始める。天体写真では赤い色を基調に青や黄色など色々な色が混じった写真をよく見るが通常の天体望遠鏡では光量が不足してモノクロにしか見えないのが普通である。特に赤い色は人間の目に感知しにくい色である。 口径3 0トルで条件がかなり良ければトラペジウムを5つの星に見ることができる。口径4 0トルでは全体が緑色に見える。口径5 0トルではほんの少し赤い色が混じってくる。かなりの大口径では全体が赤く見える。なお、色が見えるか否かは個人差が大きい。天体写真では ハップル宇宙望遠鏡のものを含めて中心部分は潰れてしまっているものがほとんどである。眼視観測はこの星雲中心部の複雑な様子を明らかにできる。肉眼でも見えることから、その存在は古くから知られていたが、星雲として認識されたのは望遠鏡の発明以降である。トレミーやティコは単独の構成として認識しており、星雲については言及していない。 バイエルもウラノメトリアで、オリオン・ザ・シータ星としていた。ガリレオも多くの微光星を発見しているが、星雲は確認できなかった。1610年に、フランスの法律家、ニコラ・クロード・ファブリド・ペーレスクが望遠鏡で観測し、星雲上であることを記録しているが、彼が公表しなかったためその業績が知られたのは20世紀になってからである。翌年の1611年には、 イエズス会の天文学者、ヨハン・シュサットが独立して発見しているが、これも19世紀になるまで、広く知られることはなかった。また、ジョバンニ・バッティスタオ・オディエルナもシータ1、シータ 2A、シータ2バイトを含む、星雲上のスケッチを残しているが、広く知られることはなかった。結局、 1656年のホイフェンスによる独立発見が世に知られている。ホイフェンスは構成の間に一つの記述に値する現象がある。私の知る限り誰も今まで気づかなかったもので、実際大望を遠鏡でなければ見られないものである。オディオンの剣のあたりに3つの星が密接している。1656年焦点距離23フィートの 望遠鏡でこれらを偶然観察する機会があり、悪くない条件のもとで12個見えた。そのうち3個は密接し、さらに4個がある。これらが星雲を通して輝くので、その周囲は真っ暗な空の他の部分より一層明るく見えるとした。ホイフェンスが言う4つの星はトラペジウムであり、彼は詳細なスケッチを残した。 1789ロス教は多くの微光性がうずもれる中央の部分は目で見るとすごい赤色を示していると記した。ありがとうございます。